はい、えー、3331回始めます、えー、9月6日金曜日入ったところですね、はいなかなかね、今日はね,ね、なんていうかね、眠いですよ、眠くて大変、うん、ちょっと2回かな、横になったんですけど2回とも寝ましたね、はい来ても朝3時だもんね、来たのい12時ちょい過ぎだからもう3時、今10分、だから3時間経ってるんだけど。 今日は全然ね本数が進みませんということでもう簡単なニュースばっかりなんですけどえ通学時間朝日新聞からですね通学時間が1時間超えるような1時間超だとうつ症状のリスクが1.6倍増えるということ脂肪肛選びは慎重にということですね、うん、そうあの通学時間が1時間を超えるとうつ症状のリスクが1.6倍ということです、えー、朝日新聞 通学時間が片道1時間を超えるなど遠距離通学の高校生ほど抑うつ症状不,不安症状が出るリスクが高いことを日本大学の研究チームが明らかにしたと、うん、子どもの志望校を決める際親や教師は通学時間も含めて考えるべきだと研究者は指摘していると。うん 日本精神神経学会は学術誌に論文を発表したということですね。これまで日本には通学時間とメンタルヘルスの関連性を調べた研究は、えー、ほとんどなかったと。思春期に心理的問題を抱えると大人になってから精神的疾患につ,つながることもあり、えー、暴力や自殺と関連するともされると。うん古衛生学 専門とする大塚雄一郎准教授と中島先週研究員らは2022年10月から12月首都圏と東北地方の私立高校に通う約2,000人の高校生を対象にオンラインで調査を実施したと。2,000人対象にね私立高校に通う約2,000人を対象にオンラインで 調査を実施したとその結果回答した約1900人中17.3%に抑鬱症状19%に不安症状が見られたと、うん、通学時間が1時間以上かかる生徒は30分未満の生徒に比べて、うん、抑鬱症状が出るリスクは1.6倍不安症状が出るリスクは1.5倍ほど高い傾向があったと、うん、回答者の約30%が通学に1時間以上かかっていたと。 いうことでまあうちの娘も今ね中学3年生なんでね次高校生なんで学校ね高校選びっていうのがあのうちも迫られてるんだけど通学時間が1時間以上を超える子は通学時間30分未満の子に比べて不安障害とか抑うつ症状が出る率が1.6倍。 っていうこことですねこれは大きい、ねうんまあ私は高校生の時は通学時間まあ自転車だったんだけどまあ30分程度だったかなうんだからこれに当てはまらないんで私もまああのー、不安症状とか出なかったけどまあ片道そうだね高校生の頃から片道1時間以上の通学時間となるとうんそれね長いからね長いって毎日のことだからうん厳しいかなうちなんかまあ正直 なとこにあるんでしょうち、うん、だから、うん、あの簡単に通学時間1時間以上かかっちゃうから、うん、あのー、ちょっとね不便な学校に通うとなるとね1時間以上かかっちゃいますや乗り継いで乗り継いでなんかね1回乗り継ぎとかやっちゃうと1時間ぐらいかかっちゃうからね、うん、いたね通学時間時間かかる人、うん、だからあの学校選びの際皆さんねあのー 自分の息子とか娘とかねあのー、今度広告と高校とか大学とかでもいいですよ、うん、選ぶ際っていうのはこのねあのー、通学時間っていうのはあんまりかかんないようにできれば1時間以内ってことですねこれはね私そうだと思うよ、うん、この結果見てもわかる、うん、ね結果ね通学時間が1時間以上かかる生徒は30分未満の 生徒に比べて抑うつ症状が出るリスクが1.6倍不安症状が出るリスクは1.5倍ほど高い傾向があるということが分かったということですねこの研究結果、うん。ということです。はい、で、うん、あともう一つねあの思春期に心理的問題を抱えると大人になってから精神的疾患の発症につながる可能性がもうありということだね。まあ、将来暴力ととかか自殺とか に関連するともされるということで思春期ねあの心を乱さないようになるべく学校選びはいいから近いところ通学時間かかんないようなところうんがいいですよっていうことですねはいよくわかりましたということでね私も参考にしてい,いこうと思いますはい終わりますチャンネル登録高評価お願いします失礼します